はい、アンスタです。はい、今回やってまいりましたスカウトギャング、ゆずるの星5のスカウトがやってきました。いやー、ちょっとね、今回早かったですね。前回が、1年くらい前ですか、スカウト、高貴なる遊戯からねやってきました。もうずっとね、ちょっとめちゃくちゃ気になってたゆずるの過去がこれでわかるみたいなのでね、やばいです。とりあえずもう昨日の告知見た時点でもうこのさ、路上の喧嘩自慢みたいだった頃のゆずるでしょそう、そしてもう開花前もやばかったし、しかもなんか幼少期、幼少期の頃が衣装にあるみたいな。そう、しかも茨城くんもね、メダルで交換できるみたいで、もうこれはもう必ずしなくちゃいけない。そう、この二人のね、過去がめちゃくちゃ気になってたんで、もうほんと今回は頑張ります。はい。出します。はい。頑張りたいと思います。はい。いや、めちゃくちゃ、このね、そう、いや、大体妄想してたゆずるって感じでした。私がこう過去を妄想した時に思い浮かんでたゆずる、そう、小説にね、あるんですよね、あったんですよ、そういう描写があって、私はね、もうずっと前、もう数年前からね、そのゆずるがいつ出てくるのかとめちゃくちゃ楽しみにしてたら、もういきなり来たみたいな。はあ、あー、かっこいいですね。もう、いや、この鉄パイプやばいです。はい、もう昨日マジでやばかったもんな、告知見た時。本当に不意打ちすぎてた。しかもさ、私めっちゃこの開花前がめっちゃ好きだね。このすごく瞳孔が開いてるのも好きだし、この枠にこの手、花丸100点満点ですね。遠い日のうずき。はい。そして、大将ですね。荒くれの佐賀。かっこいいですね。ちょっと、ストーリーがね。いや、ストーリー絶対やばいって。大将めちゃくちゃかっこいいです。はい。そして、星さん誰来るかなって思ったんですけど、まさかのミカちゃん。かわいいですね。これ私服かな？かわいいですね、この。すごい。高校生って感じ。かわいい。ミカちゃんと、はい、森ちゃん先輩ですね。あ、この子、特撮のね、あ、ちょっと待って、半ズボンじゃねこれ。半ズボンが似合う。千秋先輩。いや、いいですね。いや、これ、いいね。あ、なんかでもチェーンみたいなのかけてる？ちょっとイメージなかったですけど。かわいいですね。もう半ズボン。ちょっとあれかな、こう、ワルみたいな服をイメージして。ギャングですからね、今回。なんだ、スカウトギャングですから。はい、ということで。はい、頑張ります。はい、もうほんと今回、もう、頑張、はい、だ、はい、もうみんな出す。はい。ちょっと待って、戻ってね、ゆずるに、こう、話しかけたいと思います、これ。いや、懐かしのプール開きのね、一番初めの頃の星5のスカウトのゆずる。ちょっとね、脱がせてみました。そう、どの衣装にしようかなと思ったんですけどね。ちょっと初心に戻って脱がせてみました。はい。はい、ポイントありがとう。ポイントありがとう。それではね、ゆずるに話しかけたので。あともう一息ですね。頑張りましょう。はい、頑張りましょう。頑張りましょう。ということで、引きましょう。はい。よし、引くぞ。いや、ちなみに、前の、高貴なる遊戯のゆずるは、貫突させたんですけど、あれはね、本当に奇跡で、本当170連高で5枚貫突、ね、できた奇跡のスカウトだったんで、まあ、今回はね、本当、まあ、さすがにそんな奇跡は起きないと思うので、まあ、もうとにかく1枚あればもう本当に
いいと思います、はい、いやでも結構ゆずるはね来てくれる、比較的ワンパク以外は来てくれてるのでね、お願いします、お願いします。よっしゃ行くぞ、よっしゃ行くぞ、よっしゃ行くぞ、ちょっと気合い入れてみましたよなんかずっとテンションおかしいよね、やばい、いつもいつもに戻る。お願いします、ギャング、スカウトギャング、ゆずる来い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 、イベントもあるからさお願いします、お願い、一発一発逆転、ゆずる、ゆずるえ、これは、あ、違う、これゆうくんじゃなくて森千代先輩です、はい、ありがとうございます、はい、うむ、猫が見つからない、見つからない、いやー、みかちゃん来てくれた、ありがとう、みかちゃんと、あ、みかちゃん2枚目ですね、お、3枚目ですね、はぁ、ちょっと待って、あ、ちょっと、大将、マジ、てめえ、もしかしてちょっとどういうこと、いやーやばい、あ、ちょっと待って、ゆずる以外揃った、ゆずる以外揃いました、いやでもめっちゃ神引きじゃない、これまんべんなく出てるよ、やべえ、イベント頑張れそうです、ありがとうございます、みかちゃん3枚、千秋先輩2枚、大将1枚、いいです、ありがとうございます、いやこれでね、あ、ちょっと待って、やべえ、めっちゃドキドキするそして大将ですね、大将の衣装、ギャング衣装ってみたいなありがとうございます、そして、短パンの森千代先輩かわいいですね、はい、ストーリー、あー、ちょっといつもだったらね10連でやめてるけど、今回はほんと頑張っておうと思います、はい、はあ、よし、はい、20連目いってみたいと思います、お願いします、はいはい、よし、整理してきたんで20連目いきます、お願いしますす、はあ、こっち、これは違うな、これミツルっぽいですね、ラビッツの、お、ほらミツル、かわいいです、ミツルと、あ、ゆずる君が足りない、あ、みかちゃん4枚目ですね、いくよ、5枚目、みかちゃんもうすでに5枚来た、ということは、はい、ありがとう、あ、ちなみにみつるも5枚になってる、はい、ありがとうございます、ふぅちょっと落ち着こう、え、次は、星4確定じゃないね、はい、30連目さすがにね、あのクリスマスの真っ白くんくらいはちょっとさ、え、これ、うん、違うな、あー、来た、私はそっと陰ながら支えるのが親子、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、いやー、あー、懐かしい、この感じ、この行っちゃってる目がめちゃくちゃいいよ、しかもさ、この手がさ、すごく綺麗じゃないこのね、持ってるモップの持ち方もかっこいいし、スタイリッシュな持ち方ですね、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、よかった、あ、森千代先輩3枚目ありがとうございます、あ、もうみかちゃん6枚目ありがとうございます、あ、よかった、みんな揃えました、みかちゃん7枚目森千代先輩4枚目ありがとう、めちゃくちゃ今回してくれる、はぁ、はぁ、
はい、よかった、嬉しいです。はい、ゆずる、やばいよねこの顔はあ、やばいです、今回ほんとやばいんです。で、ギャング衣装と、ギャング衣装と軍事演習着、かっこ幼少期、これめ、ほんとちっちゃかった。私ちょっとツイッターで見たけど、めちゃくちゃちっちゃくてさ、しかもちっちゃい感じで喋るから可愛かったってことはですよ、もうやっぱアンスタ幼少期来ますよ、これもう幼少期の流れ来ますよ、幼少期の流れ来るよ、やばいです。はいごめんなさいね、民事軍事会社の演習場、いやどういうこっちゃみたいなね。そう、ちょっと気になりますね、私ほんとね、ちょっと茨城くんとの過去がね気になってたんで、ありがとうございます。はいはい、無事にね、みんなゲットできたということで、ちょっとね、茨くんの衣装をちょっとね、あ、夢コイン、メダルじゃないね、夢コインで交換したいと思います。いやもうこれはね、もうぜひぜひやった方がいいですよね。そう、衣装ね、衣装なかなか追加されないと思ったら、来ました、これこれこれ、心置きなく交換しますね。そして、茨くん、あ、タコか。で、これですね。ちょっと着替えさせてみましょう、彼をね。さあ。このような衣装をお待ちしておりました。敬礼。はい、ショタ、はい、ショタみたいな。めっちゃ、やばくない？この。このような衣装をお待ちしておりました敬礼。あ、なんと素晴らしい衣装ですね。かわいい、あどけない、かわいいですねカネを持ってるやつが偉いんだ、あとはみんなゴミだちょっと待って、これやばいこれちょっと面白すぎでしょ。そう、ちょっとね、ショタ声になってますよね、声も変わってるから。はぁ、汝、平和を望むなら戦争に備えうぅ、かわいいです。いやちょっとね、金を持ってる奴がいるんだ、あとはみんなゴミ多分私ゴミに入るかもしれない私ゴミかもしれないですということで、夢コインでね、茨くんの小さい頃、幼少期がね、もらえるんで、ぜひ皆さんも変えてみてください。ゆずるはね、まあ、カードないとできないんですけど、いやー無事にゲットできました、ありがとうございます。はい、いやもうずっと見てられますね。はい、ありがとうございました。はい、ゆずるがね無事に出たので、ちょっとねお洋服を着せてあげましたはい、そして何だっけ、あ、そう、次のイベントですよ。そう、次のイベントもねかなりやばいので、そう、セナイズと紬ですね。はい、相変わらず顔がいいですね、セナイズかっこいいですね。ちょっと開花後がね、個人的にツボでしたね。うん、かっこいい。そして、紬ですね。そう、紬、そう、私ね、推してるんで、ちょっと、頑張りたい。ただね、ほら、特攻はもりもりあるんで、ちょっとね、ゲットできるくらいには頑張りたいと思います。そう、貫突させたいんだけど、どっちがどっちでしょうね。まあ、どっちも欲しいんでね、頑張りたいと思います。そして、ゆうくんですね。ゆうくん、かわいいですね。いずまこ。妹がね、いずまこ好きなんで、そう。めっちゃテンション上がってました。頑張れって思いました。まあ私もでも頑張んなきゃいけないんだったみたいな。はい。そして、かさくんですね。かわいいです。すごい。いや、このケーキすごいよね。すごい、多分、律の影響。のケーキめっちゃ可愛いですね。はい、ということで、ブックフェア
すごいね、なんか 本を持ってましたね、2人とも。私もね、本は大好きなので、ちょっとめっちゃ気になります。はい、イベント明日からです。いや、頑張りましょう。ということで、はい。いやー、よかった。無事に弾けました。ありがとうございます。ちょっとね、ゆずるの衣装もね、解放させたいんですけど、まあ、ちょっと地道にレベルを上げて、あれしたいと思います。はい。いや、よかった。やっぱりね、ちょっと、ゆずる推しとしてはね、すごい気合を入れて回したんですけど、よかったです。30連で来てくれましたね。ありがとうございます。残ったダイヤでイベントを走りたいと思います。あとね、流星隊の復刻スカウトもね、回したいんで、まあ、まだ期限がねちょっとあるので、まず先にねイベントを頑張って、流星隊の方も後で回したいなって思います。はいはい。本当にありがとうございました。そう、あとあれですよ、もう3周年もね近くなってきてるんで、すごいなんかいろいろ発表もね、アニメとかちょっと多分話が進んでると思うので、ちょっと楽しみにしてたいと思います。いや、やっぱ3周年はね心が躍りますね。もう3周年か、早いな。まあ、それはね、3周年が来た時にまた改めて語りたいと思います。はい。それではありがとうございました。いや、もう3周年の時にもう4周年目はもうゆずるの過去が知りたいですって言おうと思ってた矢先に、もうこういう感じに来てくれる、本当にありがとうございます。ありがとうございました。